どうも、ショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。普段こう僕が街中を歩いていると、例えば駅の改札で定期を出そうとしているんだけども、あれ？どこだどこだって言ってごちゃごちゃってやってる人を結構見ます。他にも書類を出そうとしてるんだろうけど、すごいごちゃごちゃやってるなっていう人を結構見ます。なので今回の動画では、その荷物がすごいごちゃごちゃしてるな、なんとかしたいなって思っている人に対して、まあこういう、選択肢というか、荷物の少ない人もいるんだよっていうのを見せていければなというふうに思ってます。なので今回は僕が普段持ち運んでいるこのカバンの中身をシェアします。あ、なるほど、これぐらい少ない持ち物で歩き回っている人も中にはいるんだなっていうのがちょっと伝わってくれればいいんじゃないかなということで今回やっていきます。それでは見ていきましょう。まずはですね、こっちからいきましょう。はい、この中身ですね。ここは普段カメラが入ってます。この撮影しているカメラがドーンと入っています。で、ここにこれ今 iPad は入れてるんですけども、これはもうちょっとがっつり仕事をしていきたいってなった場合はここにこうパソコンを入れてます。はい、で、これは自分がめちゃくちゃ臭くて汗臭くてまずいってなった時用のなんていうんでしょう、ちょっとこうボディ匂いというか、なんかそんな感じのやつをここに入れてます。はい、で、あとはここにまたジッパーがあるんですけども、ここにはこの今撮影しているカメラのこういうちっちゃいマイクと、あとこれリップクリームですね。はい、あとこれカメラの、バッテリーですね。カメラ用のバッテリーがあります。で、あとこれ靴べらですね。靴べらがあります。あとはまたこれバックアップ用の 32GB の SD カード、これがあります。で、あとはこれはスーツケース用の鍵なんですけど、これはいいや。そう、はい、っていう感じですね。まあ、バックアップも含めてこういったちょっと細々したやつがありますと。で、次にこっちですね。フロント側にもついててまして、ここにはここですね。ここには領収書とかレシートとかをこうやって入れてます。はい、このポケットはもうここだけですね。はい、で、サイドですね。このカバンこうやって開くんですよ。で、開けるとここにスマホが入っていて、あとはここにお財布が入っていて、あとはここにカードですね。なんかクレジットだったり銀行カードだったりっていういろんなカードが入ってます。うん、あとは入ってないです。で、あとこっちの方にも実はありまして、ここにはすぐになんかどこでも行けるようにパスポート入ってます。うん、そんな感じですね。そう、で、あとここにAirPods がこうやってついてます。で、こうさっと取り出せるようになってます。これが僕のカバンの中身です。まあ正直このあんまり使っていないものを、これはちょっと使うんですけど、例えばじゃああんまり正直この中で使っていないものを省いていくと、残るものはもうこれ。ただ最近本当にパソコンを使って作業をする場合はもう家でやっているので、これはもうほとんど外に持ち運んでないです。なので持ち運ぶとしたら現状これになります。うん、まあそんな感じですかね。前はツインマイバッグをやった時っていうのはもうちょっと荷物が多かったような気がします。はい、なんですけどだんだんこうブラッシュアップをしていって、本当に必要なものだけというか、まあ普段何が必要なのかっていうことなんですけど、僕は結構やることっていうのがもう毎日毎日ほぼ決まっています。で、それ何かっていうと仕事をするか大切な人に会うか一人の時間を過ごすか、この3パターンぐらいしかないので、なのでそれをするために必要なものっていうのはもうどん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 厳選されていってるっていう、そういう印象があります。まあ僕の場合はこう外でも仕事をするので、こういった道具だったりっていうのはちょっと必要だったり、あとこうやって撮影もするので、それを撮影するためのこう付属のアイテムとかっていうのが必要になってくるわけなんですけども、例えば会社員の方でなんかこうじゃあ休日フラット外に歩くっていうのだけだったら、本当にお財布とスマホの2点だけでも全然いると思います。僕の場合はこのカバンでプライベートも仕事も
全部できるっていう、まあそういう厳選したアイテムになりますので、まあ、もし今回の動画がちょっとでも参考になったら嬉しいなというふうに思います。やっぱりこの iPad が来てから、今までパソコンで作業していた、まあ連絡だったり、このサイトちょっといじったりとか、する作業は iPad でも十分大体できるようになったので、ただこの動画を編集したり、重いファイルをやり取りしたりするときは、やっぱりパソコンだったり、こういった環境というのが必要なので、パソコンは断捨離できません。そう。っていうのと、今まではカフェで仕事をしていたんですけど、最近そのカフェに行かなくなって、もう家で集中してバーって仕事するようになったので、そこも大きいと思います。それするまでは、やっぱりパソコンはこのカバンの中に入れて、持ち運んで結構重いなとかいう感じでやっていたんですけど、最近はそのカフェ代も浮くし仕事も集中できるしってことでもうずっと家で仕事はしてます。そうなので外に出るときっていうのは撮影するか、まあちょっとこう仕事あったら仕事するかみたいな、そんな感じなんですね。今はこういうスタイルになっていますと。まあでもこれからもどんどんブラッシュアップしていたり、僕のその状況っていうのがどんどん変わっていったら、それに適応する形で荷物っていうのも変化していきますので、変わっていく中でその都度シェアをしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで今回は、その僕の今のプライベートも仕事も両立できる、そんなインマイバッグをシェアさせてもらいました。今回の動画を見て、あ、自分はもしかしたらもっと必要なものに絞って荷物をスッキリできるかもしれないなって思ってくれる人が一人でも多く増えたらいいかなという感じで思ってます。はい。ということで、まあ、ちょっと綺麗にまとめられたかどうかわかりませんけども、今回はこの辺で失礼します。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。